おはようございます。おはようございます。今日はすごい綺麗な家ね。ほう、ちょっと一人で今来てるんですけど、特別ゲストがいます。お、さあ登場してもらいましょう。どうぞ。うぅまあ皆さんも分かってると思いますけど、じゃあ撮ってみる。本当に怖い人になっちゃう。もう手前じゃないじゃん。あれ撮れねえ。撮れねえ。撮れねえ。さすらいの冒険家さんです。背景にちょっと見えるかもしれないですけど、はい、本当にすっごい綺麗だし、なんかおっしゃる。さすらいの冒険家の解説付きでちょっと見ていこうと思います。レッツゴー。俺もやるわ。一緒にやるんですか。レッツゴー。これすごいね、おしゃれでしょ、これ。なかなかこういう異様の冒険信用なんだよ。しないです。赤とか、ほんとおしゃれですよ。で、これ全部前を塗ったよ。あ、塗ったんすよ。で、ここは塗ってないね。もちろん。あれは塗ってないね。塗ってない。うん、これ全部こう、ビシーラインでしょうね。なんかかっこいいよ、この下もこの赤でね。もうこれ足場取ったらめちゃくちゃかっこいいと思う。うん、俺はこういう綺麗な家を塗りたいなと思って、結構俺が営業やっとる頃は派手な家で進めてたの。あ、そうなんですね。映えるじゃん、かっこいいじゃん。そんなうちの営業マンはその派手にしろ派手にしろとは言いませんからね。ご安心ください。ちょっとじゃあ上も見ていこうか。はい。どう。これはかっこいいわ。屋根も赤でめちゃくちゃかっこいいと思う、これ。あ、本当。ワインレッドみたいな、なんかジノコの屋根だよな。ちょっと赤っぽい。赤っぽいかな。ここ塗って壁もピンクね。これ難しいな。なんかアメリカの家みたいな感じなんですね。本当に。ここは全部塗ったら、ここも2発。これ綺麗だね。綺麗ですね。これがさすらいの男でした。さすらいの。で、ちなみにさすらいの男はいつも一人で現場入ってんだもん。あ、そうなんですか。自分一人で塗りたいっていう人。そうそう。で、これ一人で。ちょっとお客さんもだったら2人で入ってくれて1日も早く終わった方がいいわっていう人もおるんだけど、うんうん、まあだけど1人のがいいな。やっぱあんまり綺麗だもんな、うん、そう言っても2人なんてこと2日ぐらいしか変わらんだろう。うん、2日ぐらい。3日変わらんな。うちの子だってだったらな。そこまで変わらない。そこがバリバリなんだね。これはすごいっすね。綺麗だし色選びもいいな。色は結構いいです、うん、これはかっこいい。これが好きなんですけど、うん、嬉しそうですね。楽しいっすよ、これ。楽しいよな。目立つ色嫌だって言うでしょ。うん、ブランがいい。まずもそうだよな。みんなが塗る色。ちょっと逃げてくるから、こんちょハンマーが。ハンマーが怖い。これちょっとコメント入っとったね、これ確かね。ピコハンマーで叩くなんて、シャイな。そうですね。ちょ、みんなどう思うかな。ちょっと本当に俺がこれ叩いてるのはちょっと不快だっていう人、ちょっとコメントブワー入れてくれんから。あ、確かにこの格好をしだしてから視聴率は上がってるんで、うん、まあ、俺ちょっと本気で1年以内か、うん、来年の4月までに10万チャンネル登録したいなと思っておるので、ちょっと本気で頑張ってるんですけど、うん、まあ、ついでに言っとくとチャンネル登録お願いしますね。お願いします。お願いしますね、皆さん。 LINE アットもそうそうそう、 LINE アットもね、ぜひ。 LINE アットもう、あ、ステッカーできた。あ、本当ですか。もう早めに LINE アット登録してください。はい。でも数にガキリがあるんで、確か300枚お早めにお願いします。どう、やだ、やっぱりやだ。いや、もう一回やらせてくださいね。いや、いいよ。そこからお前、支払いの日、通帳見た方がいいと。一回叩くごとに。面白いでしょ。面白いですね。さすがさすらいさんですね。まあちょっとじゃあ、まあ話を最後戻して、まあ本当に、これカラフルな家も、ぜひね、まあちょっと、はい、ところどころまだ塗っとる途中だもんね。まあまあ終わりがけで、今日ね、まあ撮影の日だったもんで、はい、来たけど。じゃあそれでは最後に足場取った後の写真はね、何枚かちょっとスライドするんで、はい、ぜひ見てください。また見てねオッケー。最後の告知になりますけど、あのステッカーついにできましたんで、告知させていただきます。塗装足場の扉ね、シーリングで合計で確かね250枚か300枚ぐらい作りました。ちょっとなんか端数出てたと思うんですけど、で扉多分一番多かったかな。チャンネル
まあ、あの再生回数とかで見てちょっと比率でちょっとジムの方が作ってくれたんで、あのこれ欲しい方は LINE アットを登録して住所、名前、電話番号だなをあの送ってください。そこ宛てに送るから、で先着順です。もうこれなくなったらもうこれで終わりなんで、あのまたその辺も動画で告知するんですけど、ぜひあのご応募お願いします。シーリングか塗装か飛びかね、必ずどっかに貼って、まあ俺はお願いしたいのは車に貼ってほしいね、かっこいいよね、後ろにでもね、それとあのチャンネル登録もあの、まあ、できやね、やっぱせっかくこれ送る人だで、やっぱチャンネル登録してあのよく見てほしいなと思いますので、あの、まあ、それは別に強制でもなんでもないけど、あのチャンネル登録してください。無理you